ロレックス GMT マスター2の旧モデル16710コークについてご紹介していきます。 GMT マスターシリーズは1955年パンアメリカン航空の国際線パイロット向けに開発されたことをルーツに持つパイロットウォッチです。歴代モデルは GMT マスターと GMT マスター2があり、こちらの16710 GMT マスター2になってから2作目にあたる1990年から2007年まで製造されたモデルです。3色のカラーバリエーションがありますが、今回はこちらの赤黒カラー、通称コークベゼルをご紹介します。以前の動画でペプシベゼルについてもご紹介していますので、まだご覧になっていない方、概要欄よりぜひチェックしてみてください。ロレックスのラインナップの中では最もポップなデザインが特徴の GMT マスターシリーズ。ベゼルの半分にレッドを使用していますので、黒ジャケットなどダーク系の服装でも腕元で印象をガラッと変えてくれますね。ここからは外装やスペックについて触れていきます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまず機能から見ていきたいと思います。GMT マスター2は24時間で1周する GMT 芯を装備、単身単独駆動が可能なムーブメントを搭載しています。ご覧のようにリューズの操作で単身のみを調整することができ、日付のチェンジもこの操作で行うことができます。実はこのモデルが製造されていた時期は GMT マスターもまだ製造されていました。見た目では大きな差がなかったのですが、 GMT マスターのムーブメントは単身単独駆動ついておらず、代わりに日付のクイックチェンジがついていました。ベゼルは両方向回転ベゼル、24時間表記になっており、 GMT 芯と合わせて3つの時間帯を読むことが可能です。続いてデザインです。文字盤はブラック、アワーマーカーはメタルの縁取りがついたドットタイプ。この個体は製造初期のものなので、夜光にはトリチウムを使用しており、ご覧のように褐色に経年変化しています。時計好きの間では焼けていると表現しますね。16710は製造期間中に多くのマイナーチェンジが行われていますので、購入の際はいつの時代のどの仕様のものなのか調べながら探してみると、より一層楽しめると思います。機械部分では2005年にムーブメントのヒゲゼンマイの素材が変更されています。外装面では2003年まではケースの横に穴が開いており、2000年以前はフラッシュフィットは分離型でした。1995年以前の個体はシングルロックのブレスレットバックルを使用していました。文字盤内においては1999年に夜光塗料がトリチウムからルミノバに変更されています。ちなみにこちらは先ほどの個体とは別のものですが、同じトリチウムを使用していた時代のものです。先ほどの個体、トリチウム部分焼けていましたが、こちらは綺麗な白のままですね。同じ時代のものでも表情が一つ一つ異なる点が旧型ロレックスの面白いところです。ポップで目を引くデザインではありますが、 40mm サイズと小ぶりな作りなので変に目立ちすぎることはありません。とはいえ服装が変わるとかなり見え方変わるデザインですね。ジャケットとの合わせは色や柄のほか、素材もいろいろ試してみると良いかもしれません。GMT マスター2は海外出張が多い方も愛用されているモデルなので、機内で着用するような少しラフな素材を使用したジャケットで合わせてみるのも良いかと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。